ばくない？っていうね報告なんだけど、今から何しようかな。お風呂入って寝る。今日ね、マジで聞いてくれる？今日あの私7時間ぐらいしか寝てなくて、あの学校行ったんだけどさ、あの眠たすぎて椅子3つに並べて寝てたそう、椅子3つ並べて寝てました。もうぐーすか寝てた。で友達に「ヒャロ教室帰るよ」って言って起こされた。学校の話はみんなにめちゃくちゃしたいことがたくさんあるんだけどさ、バドミントンのさ話とか。待って、くしゃみ出そう。あ、出そうで出ない。10時までです。だから58分になったらランキング発表する教えて、58分になったら何この配信。やっぱさ、もう少しでもさ、みんなが話したいかなと思って開いた。私バドミントンね、みんな体育でして、マジであのオリンピック並みだったとかね、そういう話をたくさんしたいんだけど、まあ明日もね体育あるからバドミントンあるんだけどさ、ちょっと明日はちょっとオリンピックしてくるわ。マジでオリンピックした。延長お願いします。延長したいわ延長したいんですけど、ちょっと私高校知恵なんでちょっと10時までなんですよ。でも今日メイク薄いんよね。分かった、ほらメイク薄いでしょ。でネモハムルームを撮った。あ、みんな今日の TikTok 見た？TikTok 見た？みんな見てない人は見てきて、今すぐ GO！ 明日18時にネモハムルームをあげます。君のルマルマルマ、あのガチ踊りはまた今度しようかなと思って簡単バージョンを撮りました。ピーちゃんとコラボしました。今から見ます。えらい、見た、えらい、それはもっとえらい。まだ見てない。まあこれから見る予定だったらセーフ。あのね、かあの勝手にコラボするのあれかなと思って LINE で、コラボしていいって言ったら、え、嬉しい、誰もコラボしてくんなかったから嬉しいって来たから、ちょっとコラボするわってことなので、明日の18時お待ちしてください。だから58分ということでね、ランキング発表したいと思います。なかなか呼ぶ機会のなかったメン、あの皆さんも読めるんじゃないか今日は。そんなことなかったわ。13位海さんありがとうございます。12位陽さんありがとうございます。11位 MA さんありがとうございます。10位たまちゃんありがとうございます。9位ももたるっとさんありがとうございます。8位なつだなありがとうございます。7位ピンカミオさんありがとうございます。6位くましろさんありがとうございます。5位スノーさんありがとうございます。4位ゆうまさんありがとうございます。3位キラキラ星さんありがとうございます。2位リカさんありがとうございます。そして1位はケンオンパチさんです。ありがとうございます。ケンオンパチさんありがとう。みんな油断したでしょ。でもさ、なんでみんな来れるの、こんなに。みんななんでこう油断し、絶対この時間からするはずないと思ってたのにさ、なんでみんな来れるの、すごいね。えらい、みんなえらい、ナイス油断してたでしょ、みんな。なんで来れたの。あ、通知、あ、そっか、ショールーム通知あんのか。すごい現実的なこと言われたわ。愛です、さすがです、ナイス。ということで皆さん、ありがとうございました。突然の本当のゲリラ配信でした。イエイ、待った、あくまった、ありがとうございます。笑顔で元気を届けます。広島県から来ました17歳のんのんこと岡本ひやです。よろしくお願いします。
イエーイおやすみ、お風呂入ってくる、バイバイ。おやすみー。